島田角栄は日本の映画監督。大阪府出身。野球特待生として香川西高等学校に進み、野球部主将を務めた。その後、ビジュアルアーツ専門学校大阪放送映画学科を卒業。https://twitter.com/shimadaakakui/status/2333864817864417278ツイッター、2020年10月22日閲覧。速報、本校卒業生、島田角栄監督の連続ドラマが放送開始。ビジュアルアーツ専門学校大阪。2020年10月22日閲覧。ジャパンフィルムフェスティバルロサンゼルス2009クロージング。アニメニュースネットワーク、2015年10月3日、閲覧。イケメン M 男を調教。エナメルボンテージ姿の黒川明の緊縛プレイに失神寸前？ムービーウォーカー2015年10月3日閲覧。後藤真理子主演のパンク映画、乱死土壌より愛を吐いて、東京、大阪で上映決定。音楽ナタリー2015年10月3日閲覧。プラン6チャンネル9作品情報。映画 .com 2020年5月6日閲覧。デッドフラワーズ、作品情報。映画 .com。2020年5月6日閲覧。ありがとうございます。